カラフルな歌詞と位牌に水入れ、蛇という不思議な組み合わせを描く江戸時代の浮世絵版画。1831年から32年頃の作。葛飾北斎の百物語執念。蛇が長い体で赤や青、黄色に彩られた菓子を載せる三宝と器、位牌を取り巻いています。この蛇は戒名をいただき、供養されてもこの世への執着から成仏しない執念深い魂で、青い水に緑の葉が浮かぶ器に記された卍は、川柳の作者や絵師として北斎が用いた号であり、戒名のモモンジーは老人の姿の妖怪だから、これはすでにご老体だった北斎自身のことで、蛇もこの世に執着し長生きに執念を燃やした北斎の魂の姿なのかもしれません。